はい、どうもシェスです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日はこちらよっちゃんのアカウントなんですけど、はい、こちらマルチのリプレイ解説やっていきたいと思います。はい、使ったデッキはもう前回紹介した通り、はい、こちらの自作デッキになります。今回まあ、ロイジャイ1回当たることができたので、はい、そちらの方もまあ解説していけたらなといった感じですね。まあ、ちょっと今回の動画に関してなんですけど、ちょっと全体的にちょっとプレイがまあひどかったです。まあ、相手も強かったからまあ仕方ない部分ではあるんですけど、まあそうですね、ちょっと自分のボンミスがまあ目立った試合が多かったのかなといった感じになります。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、まあ相手はもう全員はい3桁の猛者なんですけど、まあそうですね、まあそれ以前にちょっとはい自分のミスが多かったですね。はい、ここ、ちょっとザップも、一体のコウモリ外してるし、で、これ、まあ、ブラスターだったので、まあ、矢の飴もいらなかったですね。ちょっと結論なんですけど、これ、ちょっと前半タワー1個おられちゃいます。自分が、ちょっとザップを無駄に割いてしまったせいで、まあ、おられてしまったんですけど、まあ、そういったのも、含めて、まあ、そうならないように、まあ、してくださいね、といった感じですね。まあこのデッキの立ち回り以前に、はい、ちょっとダメなボンミスをしてしまっているので、はい、確かこの次ですかね、はい、この次のザップがもう絶対にいらなかったんですけど、ちょっと無駄に割いてしまいましたね。はい、ここザップ打っておけばまあ完封できたかもしれないんですけど、ここですね、これちょっとサンスペなので手札がどうしてもやっぱり腐ってしまうんですけど、やっぱりこうコウモリ相手持ってる以上は正直ザップ裂いちゃうともうとんでもないことになりますね。はい、しかも今回ブラスター採用なのでもう余計に刺さってしまって、これはちょっとはいもったいなかったですね。まあこれ相性がいい上にもう2倍タイムで まあ、こっちが後ろからちゃんと形組んでしまえばもう全部通っちゃうんですけど、まあ本来ちゃんとこれ立ち回ればもう 1-0 で終わってる試合なので、まあこれはちょっとまあ内容はもうすごいひどかったですね。はい、もうこれ相手ポイズンとかそういった呪文がないので、もうこっちとしてはもう端前ユニットを出してるだけで OK です。で、まあリトプリが来たらしっかりトルネードで引き寄せてあげてっていうのをまあちゃんとやってあげればもう本当に誰でも通ります。はい、まあここでもう結構ダメージ与えたので、はい、もうこれでそうですね、もうほぼほぼ GG ですね。相手最後これ攻めてくるんですけど、まあしっかり冷静に守ってあげればもう OK ですね。はい、まあこれで確か相手がまあ諦めた感じですかね。はい、そうですね、まあちょっと勝てたのは勝てたんですけど、まあそうですね、ちょっとひどかったですねこれは。はい、じゃあ次はロイジャイですかね。はい、まあこのマッチアップ、まあロイジャイに勝つためにまあこのデッキを作ったんですけど、まあ結局のところこれも相手のミスのおかげで勝つことができたので、まあデッキがいいからっていう理由にはまあならなかったですね結局。まあ自分もこれ結構形組んだ際まあミスもあったので、はい、そこもまあ喋っていけたらなといった感じですね。
はい、今回相手はこれファイボ採用なので、まあ、このババアの防衛はあんまりよろしくないんですけど、これリトプリあの防衛に回す、あの防衛に使ってしまうと今回の相手これ文句が入ってるので、ちょっとなかなかこれリトプリで防衛しづらい部分はありましたね。まあ今回の、まあ、今環境のそのバランス調整でもう文句も確か調整、まあ、情報修正されたと思うので、もしかしたらまたこういったデッキが流行るのかもしれないですね。ちょっとロイジャイのデッキの中でもすごい特殊なデッキになっているので、はい、ここもなんですけど、これちょっとリトプリの位置もあんまりよろしくなかったですね。はい、これ結局のところトリトンに引っ張られてしまって、はい、これあんまりよろしくなかったですね。まあ、今回相手はあのエリクサーあんまり溜まってないので、あのファイアーボール即打ちは来なかったんですけど、まあそうですね、これもちょっとあんまりよろしくなかったですね。でここですね、これちょっとロケット方針、まあ、今回進化ロケ砲だし、でしかもこれファイアーボールも巻き込まれるし、はい、もうリトプリも処理されちゃったので、これはちょっとあまりにももったいなかったですね。はい、リトプリも使ってしまったせいで、これあの、まあ、またババアで防衛せざるを得ないんですけど、そうなっちゃうとまたファイアーボール飛んでくるし、まあちょっとこれも、はい、全体的に良くなかったですね。でこれリトプリも、はい、トリトンに引っ張られてしまって、もう全然あのいいとこないんですけど、確か相手が、最後のこっちの攻めに対して、はい、まあ、とんでもないミスしてくれたので、まあ、それで勝てた感じですかね。確かここですかね、ここのトリトン、はい、ここのトリトンあの相手とんでもない位置に出しちゃったので、これ、はい、このミスがなかったらおそらくこの試合はまあ負けてましたね、確実に。はい、もうこのおかげで、はい、あの最後入りゴレが通って、まあ GG といった感じなんですけど、はい、まあちょっとお互いがまあミス多かったですね、これは。まあ、相手は相手でもう最後やっちゃいけないミスしてるので、はい、まあ、その運もあって勝つことができたといった感じですね。はい、じゃあ次最後なんですけど、はい、こちらサムネにある通り、はい、3桁模作になります。20勝チャレンジも、はい、20勝してるので、まあ、今回の相手もこれ、まあ、メガナイトホグで、そうですね、基本的にイリゴリヒーラーは相性いいんですけど、はい、まあ、これもちょっと正直あんまり内容も良くなかったですね。まずここ、はい、キング起動してあげて、最初これゴブリンがあったのでホグファルチェかなって個人的には思ってたんですけど、はい、この時点で、はい、ちょっとうわ最悪だなって思ってたんですけど、これ相手後ろからメガナイト来たので、まあ、デッキが違って、まあ、ほっとした感じですね。もうホグファルチェになるともう本当にあのもうエリゴレデッキ全般的に相性悪いので、
はい、もうそこは仕方ないんですけど、もう今はもうなかなかそういったデッキもまあないので、まあこのデッキは正直どうなんですかね、まあロイジャイ対ロイジャイに対して作ったデッキなんですけど、まあ使ってみた感じ、全然そこまでやりにくさはないです。はい、まあサンスペで手札が腐ってしまう時はあるんですけど、まあそこさえちゃんとまあ乗り越えてあげれば、本当に強いデッキだなといった感じですね。はい、ここを開いてザップ打ったことによって、これロケット砲士一発ねじ込んだんですけど、ただこれ別に体力もこっちそんなに削られてないし、まあこれザップ打ったところで、まあただただアドバンテージ上げてるに過ぎないと思うんですけど、これはちょっと個人的にラッキーでしたね。まあまだこれが例えばの話、まあ延長タイムで残りのタワー HP が少なかったら、まあさっきのロケット砲士の一発はすごいまあでかいんですけど、まあ、まだ、はい、これ、序盤ですし、はい、しかも、そうですね、打ったところでっていう感じだったので、まあ、これはすごいラッキーでしたね。まあ、でも、ちょっと、個人的にもこれ、進化コウモリに対して即打ちザップしないとダメだったんですけど、まあ、さっきの左側のロケット砲士にちょっと矢目を割いてしまったので、そこの時間で、これ、ちょっと、まあ、右の攻めも、守られてしまったんですけど、はい、ちょっとこれはもったいなかったですね。まあ、しかもこれ今回ライドラーも先行して、まあ、あんまり状況的にも良くなかったんですけど、まあ、今回ちょっとザップのおかげでタゲも変更することができたので、まあ、そこは大きかったですね。まあ、何回も言うように相性はもうめちゃくちゃいいので、はい、まあ、これも落としちゃダメですね。はい、まあ、こんな感じなんですけど、ちょっとまあ全体的にまあ、相手も強かったのであれなんですけど、まあ、プレーの内容としてはまあすごいひどかったのかなといった感じですね。もう本当にこう、まあ、3スペなので、まあ、ちゃんとそうですね、手札が腐らないようにしてあげないとダメなんですけど、まあやっぱりまだどうしてもそうですね、ちょっとそういったまあ難しいところがまあまだ直しきれてないので、まあそこが課題かなといった感じですね。まあそこさえ乗り越えてしまったら本当にめちゃくちゃ強いデッキだと思うので、はい、皆さんももしよかったら使ってみてください。はい、今日の動画は以上ですね。またマルチのリプレイとか出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。